先生のこと好きですか？みんな怒りですよ。こんにちは、小林さん。私のとこ来る？私のとこ来る？あの温かい言葉忘れません。早速今日からメイドとして働かせてください。いたしますよ。ここ一帯を火の海にしたり受殺したりできます。いらんいらんいらん。遅刻？誰？飛べる？まずはハウスメイド、掃除だ。掃除は得意です。どうです？決してどうする？じゃあ戻します。戻せるの？次、ランドリーメイド、洗濯だ。次は大丈夫です。桃で飲みをふかす唾液が出せるんですよ。汚いわ。ビジュアル大事。なんで嫌いなもの聞くの？普通好きなもの聞かない？あ、それはダメです。好きなものを利用されて殺された知り合い本当多いんですよ。酒とか女とか宝石とか。人間と変わらんね。でも私は小林さんだから言います。トールは小林さんが大好きです。食べる気？違います、性的にです。私は女なんだが。ごめんね、トールちゃん。こんな話じゃ入ってこれないよね。レベルが低すぎて入る気にならないだけです。あ、そうっていうかもうめんどくさい。実力更新、殺してさらしてジャッカルの餌だ。小林さん。トールメイドがそんな口調を使うな。一応私服も持っときな。ありがとうございます。まあいろいろしてくれてるわけだし、お礼というか。あ、どう？胸が。トールサイズいくつよ？いいです、ドラゴンだけに。つまらんことばかり覚え。人間の感情を理解してない節があるよね。もちろん小林さんは別ですよ。相思相愛です。やっぱり理解してない。尻尾ってどんな味？甘くてクリーミー。自画自賛だな。ん？小林さん、私が呼ぶまで決して台所を覗かないでください。では。早っ。尻尾焼きならいらん。もしかしてトールって綺麗好き？そうですね、水浴びも歯磨きも好きですよ。どうしようもない時は体を舐め合いっこですね。え、カンナともしました。え、人間の尺度だとエッチよそれ。そうかもです。もうゴミや服は片付けてください。ここ私の家。ダメです、カンナが真似しちゃうんですから。それはトールが綺麗にしてくれるのが嬉しくてついついやっちゃうんだ。え、偉大なドラゴンにかかればお茶の子さいさいだからね。小林さん、だからこれからもお願いね、トール。はい、喜んで。チャラが。でもやっぱり小林さんの服は胸がきついです。っていうかサイズ本当に D なのか？ドラゴンの中では D です。私にとっては少々手狭です。人間の体は気に入らない？いえ、これはこれです。これはどうやって使う？これで字を書くの。おお、カンナちゃんには鉛筆だけどね。小林さん、どうですか？じゃあこれは？それは奴隷に刻印するための道具ですね。所有者を示すためです。さあ小林さん、私に所有者の証を。やだよ。トール。いるでしょ。いや本当にいた。私の職場覗いても退屈だったでしょ。そんなことないです。知りたかったんです、小林さんのこと。もっと。そう。
まずは日焼け止め塗ります。こんなものを塗らないと肌を痛めるなんて下等生物。さあ小林さん行きますよ。変なことしたら首。はい。ドラゴン花火。本物のドラゴンはこんなもんじゃありません。いや、何言ってるか全然わかんない。もうちょっと本来の姿に戻りたいです。迷惑にならない形でなら大丈夫だよ。しました。おお、写真撮っていいかな。